ですね、椅子に浅めに腰掛けていきましょう。後ろにふっと座るんじゃなくって、ちょっとだけ前の方に座ります。この状態から片方の足を前に出します。この時つま先がしっかりと天井に向くようにしていきましょう。背筋を伸ばして骨盤の向きをしっかり揃えたら、ここから前にお辞儀をしていきます。この時にふくらはぎやももの裏がピリッとする感覚があれば正解です。そう、この状態からつま先を外と中に動かしていきます。つま先だけでなく股関節からしっかり動いているイメージを持っていきます。20秒くらいやったら次反対いきますね。反対も同様に足を前に出す、つま先が上、骨盤を揃えて前に倒します。猫背にならないように気をつけていきましょう。もも裏やふくらはぎがピリピリしてきたら、つま先を左右に動かします。はい、20秒くらいしっかりやってみてください。以上です。